中日、最下位、うんち、もう終わりだよこの球団。まさかの最下位か、今年は優勝厳しいな。試合に並んレベルの先発しかいねえから無理。これでもパリーグの2位より首位までのゲーム差が小さいという希望があるね。柳の失投と祖父への悪送球がなければわからない試合だった。なんなら勝てると思える試合だった。勝ち試合を負け試合に変えた責任は重い。結局去年と何にも変わらんクソ弱さや恥を知れよ立浪。まあ交流戦は実力通りの結果が出たパリーグにはごまかしは効かなかったね。さすがに交流戦で3敗した先発はいないよな。同じ最下位でもヤクルトは根元的には打力があるから浮上の可能性はある。打てないチームは投手力崩壊したらもう何もできない。試合見てない人はこれでも投手力があるとかなんとか言うんだろうな。もうヒロトとライデル、かろうじて松山ぐらいしかなんともならんよ。残酷だな。交流戦最終試合で最下位に落ちるとかどう考えても今後浮上の目がない。6月に入ってから3連敗はないのに、なんでこんな絶望的なんだろうなこのチーム。指名された時はたらいと草加の表情を見たら今の子は正直だよね。監督3年目で他球団の戦力外を積極的にスタメンにしてるとか冷静にやばいわ。球団にとっては成績なんて二の次で、興行成績に貢献してる立浪とかいうパンダは切らないやろな。岡林の代わりは後藤加藤上林なんだろうけど、みんな20代後半オーバーだからまたスタメンの平均年齢が上がるね笑い。優勝するなら誰でもいいわけじゃないんだよ。立浪の胴上げじゃないと意味ないのよ。普通の監督なら3年目でこの成績なら辞任するわ。立浪、今年は違うって言ってるじゃないですか。今年の流行語大賞だろこれ。ご視聴ありがとうございました。